ストックなんで後ろにつく、ストックが前につくためなんだな。さっきよりちょっと体感が収まってきたかな。さっきすごい体がスキー外れてたけど、肘をもうちょっと離した方がいいね。曲げることで乗ることを一生懸命やりましょう。